はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員忽那領司でございます。和子様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。9月からかかってましたがん治療が一段落いたしまして、まあ、9月から検査開始で、切る前提で詳しい検査やってですね、10月半ばに切って、11月半ばから抗がん剤、3、4ヶ月、かけて8回打つというのをやりまして、それ一段落して、抗がん剤のですね効き目も切れて、免疫も戻ってですね、外出できるようになったということで、今日から豊島区議会復帰してまいりました。久しぶりに、半年ぶりかな、もう、半年ぶりぐらいに行ったら、控室の表札がですね、テレビ改革党から日本改革党に変わっておりました。私見るの初めてで、なんせ半年行かなかったもんですからね。議会事務局さん、ありがとうございます。今後はですね、支部長とともにですね、デモやら凱旋やら、駅でのチラシ配りやらの街頭での政治活動もバリバリと再開いたします。そのためにも今ゼロに近くなってる体力戻さないとな。ちょっと今ですね、一生懸命歩く練習してまして、800メートルぐらい歩けるようになったんですけれども、800メートル今日歩ったらですね、太ももが筋肉痛であります。なんせ寝てばっかりいたもんですから、体力がゼロに近い。ちょっと戻さないとな。東京支部地区の支部長大募集であります。動画説明欄もしくは私のツイッターから、応募してください。よろしくお願いいたします。岸田総理記者会見、国際間送金決済システムスイフトからロシア締め出しに参加要請があり、日本もこれに加わる。言われてからの参加かよって、ちょっとがっかりしたんですけど、日本がロシア締め出そうじゃんって言い出しっぺになるぐらいがちょうどいいんじゃねえの。なんせ北方領土盗まれてる敵国なんだからさ。ネットの反応です。よし、これで日本も戦勝国か。ロシアでの商売にどれほど影響出るんだろう。日露貿易は赤字だし、額も大したことないし。そういえばロシア産なんていうのは、鮭とかイクラとかこんなのしか知らないですよね。かなりぶっこんだけど損切りは大事。岸田の検討が実際に行われた稀な例。検討ばっかして何もやんねえっていう評判ですからね。 ABCD ホイモの再現だね。メガバンの劣等生、みずほ銀行、大丈夫か。なんかシステムエラーとかで、うっかりロシアと取引なんかしちゃって、お前も制裁なとか言われねえか。心配ですね。言われてからかよ、おっそ。だが、参加しないより、マシか。ルーブルがドルユーロに交換できなくても、円には交換できるとなったら、抜け穴としては巨大すぎますからね。そんなことは、G7 も許さねえと、許されない。つまり日本は参加せざるを得ない。うちだけはロシアと取引しますなんてことは言えないですけどね。基軸通貨っていうのがありまして、ドル、円、ユーロ、ポンドなど。これはですね、どの紙幣でも交換できるよっていうですね。例えば横の国のウォンですけど、ウォンの札持ってニューヨークのホテル行ってドルと交換してって言ってもですね、知らねえよそんな札って拒否されます。これ実際そうです。円ならはい、わかりましたっつってスッと交換してくるんですけどね。通貨の中の通貨っつってもいいな、信用があるな。世界為替決済ランキング、世界でどのぐらい決済に使われていくかっていうのなんですけど、1位はやっぱりドルですね。 88.3%、
ユーロ 32.3%、 円が 16.8% であります。ユーロの半分ぐらいか。でもユーロって何カ国も何カ国も、まあ、ドイツもフランスも、その他の国、イタリアもスペインも入って、日本の倍ぐらいしかないのかって、大したことねえなんてちょっと思っちゃいましたけれどもね。4位ポンド、腐っても大英帝国でありました。5位がオーストラリアドル、これはオーストラリアのボーキサイトとかアルミニウムとか資源輸出大国だからでしょうね。6位かカナダドル 5.0% などなど、これですね、足して 100% 以上になってるのはですね、まあ、相手国がいるからであります。例えば、まあ、円とドルを 16.8% ずつ交換すると、ドルにも 16.8% 加算、円にも 16.8% 加算ということで、これひょっとすると全部合計で 200% になるのかななんて思っちゃったりなんかして、日本のスイフト締め出し参加発表を受け、アメリカ政府報道官、日本はロシア非難のリーダーだなんて言っちゃいましたよ。ネットの反応です。リーダーはどう見てもお前らだろ、人のせいにすんな、嫌な予感しかしない、盾にすんな、矢面に立たされたな、標的にされるやん、世界のリーダー岸田爆弾、岸田ちょっ汚ねえ、さすが汚ねえなアメリカはな。こういう汚ねえ真似できるのですね、いろいろと情報に握ってるからですよね。ね、日本を矢面に立たして自分の盾にすんなって話なんですけどね。持ち上げちゃってさ、帝国もそろそろ真剣にですね、本格的な情報部創設を考えた方がええですね。まあその前にスパイ防止法作んないと、まあまあ情報部作ってもですね、その情報を各国と共有できないんですけどね。まあ外国にしてみたら、スパイが野放しになってる日本に大事な情報やらんねえなって考えますからね。まあ情報ない側が不利なのは古今東西不変ですよ。戦に負ける、戦争に負ける、不利な状況に陥るのは全て情報不足のせいって林先生、今でしょっていう林先生も言ってましたね。さらに同会見、岸田総理ね、ウクライナ侵攻はヨーロッパだけでなくアジアを含む国際社会の秩序に影響を与える非常に深刻な事態、これは中国を指して言ってますね。ウクライナに1億ドル支援する、ロシアとこれまで通りのお付き合いはもはやできない。岸田にしては思い切ったこと言ったなと思いますけれども、ネットの反応です。岸田が動いた、珍しいな、北方領土どうすんだろう、どうせ買い好きないんだし、これを機にロシアが崩壊した方が帰ってくる可能性が高い、金ないから北方領土を買い取ってくれって言ってくるまで待つ。まあ万事受け身、行き当たりばったり、先送りできることは脊髄反射で先送り、普段は何も考えてない岸田が、そういうのはもちろん、外圧、ここまで言えたのはもちろん外圧ですよね。昨日からのロシア制裁激化に流されてるだけで、やっぱ自分では何も考えてないんだろうなこの人って私は推測しております。ウクライナに1億ドル支援する、約114億円ですか。EU ウクライナに武器購入資金を提供するに足並み揃えたのかな。アメリカもジャベリンいっぱいあげるよって。湾岸戦争の時にもですね、日本政府が110億ドルの、戦費を提供しております。まあこれぐらいが相場なんすかね。湾岸戦争みたいになってきたな。ロシアを全世界でフルボッコ、まああの時は軍隊も出してのフルボッコでしたけれどもね。ロシアとこれまで通りのお付き合いはできない。ゴモと左翼とおぼしき連中がですね、盛んに北方領土が戻ってこないギャオーンって書き込んでますけれども、
どうせ返す気ねえんだからな、ロシアか。北方領土問題解決に一番接近したって言われてるのが、ソ連崩壊の時だったんですよ。ロシア国内の権力がね、あやふやなうちに買い取ってしまえばよかったんじゃねえ。でもその時の宮沢内閣がクソボケで傍観してたって、後世批判されておりました。宮沢もですね、良きに計れっていう宏池会。岸田総理と一緒の宏池会ですね。まあ、公家集団って言われてる。クソボケ公家集団ですか。良きに計れ。まあ、御殿から出てこずに、歌ばっかり願るみたいなね。天皇陛下訪中やら、皇后の談話やら、目先の面倒さから逃げるために、後世禍根を残すやらかし多数であります。宮沢内閣ね。世界金融から締め出しで、ロシアはでっかい北朝鮮化が確実。北方領土売れって交渉するのがいいですよ、これ。金ねえんでしょ、あんたら。何兆円か払ってもですね、周辺海域の漁獲量で元取れるそうであります、これ。あそこら辺カニだのエビだのが異常に取れるそうなんで、ロシア相手に飴は効きません。あいつら理解すんのは暴力だけであります。そのことをですね、そろそろ日本政府も理解しないと飽きまへんで、安倍政権で経済協力だなんつって飴、与えましたけれども、ちっとも進んでねえもんね、返還なんてね。丸山穂高議員がですね、攻め込むしかないでしょ、取り戻したいんだったら。って言って、辞職勧告決議案になっちゃいましたけれども、私も実際その通りだと思いますよ。こと相手がロシアなら、なおさら、攻め込むしかないよ。あそこ相手に、なんもね、交渉でっつったってね。だから、よっぽど金に困った時を狙うっちゅうのがいいと思いますけどね。ロシア中央政府発表、金融安定化のためルーブルを無制限に提供するから安心しろ、なんていうですね、逆効果の声明を発表してしまいました。ネットの反応です。ハイパーインフレ確定、じゃんじゃんするんかーい。ジンバブエドルコース10兆ルーブル紙幣とかできるんだろう。これはどうなるか本当に見物。他の通貨の裏付けなくなるのに大丈夫か。自国内でしか価値のない紙切れを供給しても、パンを買うのに山のような札束が必要になるのか。っていうですね。まあ、自国内での価値は、例えばですけど、ルーブルで納税してもいいですよ。っていう部分だけだったらば、ルーブルの価値ゼロにはならない気がしますけれども、まあ、金がないっていうことで中央銀行はですね、札をすりまくるとどうなるかっていう例がですね、第一次世界大戦後のドイツであります。巨額の賠償金の支払いに苦しんでですね、マルクをすりまくってすりまくってすりまくった結果ですね、夕方の物価が朝の2倍になってしまいましたみたいな狂気のインフレが到来しました。朝はパン1個が箱1杯の札で買えたのに、夕方 には2箱になってたってね。その時の写真がこれでありますね。まあ、札束で子供が遊んでますよ。あとですね、暖炉で燃やして暖を取ったなんて話もありますね。乳児死亡率 50% 以上のこの世の地獄が現れました、この時ドイツ。そんでドイツ国民全員発狂しまして、ナチスが支持を集める結果になりました。あとは皆様ご存知のような結果になってしまいましたけれども、あとですね、ムガベっていう基地外大統領がですね、自国の経済を支えていた外資を全部追放した結果ですね、まあまあ日本で言ったらチューリッヒは出ていけであるとか、まあYouTube は出ていけとか、 Amazon は出ていけとか、
まあそんなことをやったってことなんですけどね。2008年に2億3100万%のインフレを記録しました。何がなんだかわかんねえな、これな。2億3100万%って一体何%なんだってみてえな。全然わかんねえな。100兆ジンバブエドルが登場しました。ジンバブエで。今ですね、記念品あるいは資料、学術資料としてですね、ネットで3万円程度で取引されています。100兆ジンバブエドル。ネットに売ってます。アマゾンとかでも探してみてください。ルーブルが貿易の支払いに使えない。これは各国のあの制裁でね。イコール他国通貨による価値担保がなーい。例えば、円だったらば、115円は1ドルですよ。で、基軸通貨だから、いつでもドルと交換してもらえますよ。ドルどころか、格が下の通貨といつでも交換できますよ。ルピーでもペソでも、ウォンでも、元でも、いつでも円は交換できます。っていうですね、そういうのがないんだから、交換させませんよって言ってんだから、こんだけでもですね、ハイパーする可能性高いんですよ、実は。それでね、あの中央銀行がすりまくりますって宣言しちゃって。ソ連崩壊でですね、ルーブルの価値が400分の1になりました。これはあの政府の信頼性が400分の1になったとも言えるんですけどね。誰もルーブルを受け取りたがらなかった。この時。で、地下経済はアメリカのドルやマールボロ、タバコ、アメリカのタバコが通貨代わり。まああのブツブツ交換の世界に戻っちゃったってことですね。ロシアもそうなんのかな。でっかい北朝鮮、世界最貧国は間近であると予想されておりますけれどもね。その時にですね、したたかに北方領土買ってやっからよーって言える、交渉するのは岸田総理じゃ無理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 無駄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 、言っても無駄無駄無駄って感じですよね。今のうちに早いところ高橋さんに変われよ、もうやめろよ、良きに計らえって言ってくれよ、やめてください、良きに計らえって開拓してくれないか、なんて思っております。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。